イカを狙う専用ルアーを使って手軽にイカ釣りを楽しむことができるエギング。コウイカ、ケンサキイカなどイカにも様々あるが、メインターゲットとなるのはそう、アオリイカ。その独特の強い引きが楽しめて、食べても美味しいアオリイカは全国のエギングファンを虜にしている。アオリイカは一年中釣れるが、メインとなるのは大型が釣れる産卵シーズンの春と、コイカが育ち数釣りが楽しめる秋。今回はエギングのスペシャリスト湯川さんのナビゲートで、エギング初心者の山口さんと共にショアエギングの基本を学んでいく。さあ、エギングを始めよう。湯川さん、はい、私エギングってやったことあるんですけど、はい、全然まだ知識もなくて、うん、ちょっと今日はいろいろと教えていただきたいと思います。わかりました。そもそもエギってどんなものなんですか？うん、エギっていうのはね、はい、こういう、まあ、なんかエビとも魚とも見れるような感じのもの で、はい、でまあ、基本的には頭下がりに沈んでいって、でちょんちょんって動いて、こう横にこうシンカーウェイトっていうのがついてて、これが重りになってるやつがこうダートって言って左右に動きながら止めた時にイカが抱くっていうようなルアーになるんですけど、ここにカンナっていうのがあって、でこれがまあ抱いた時に合わせてずれて、ここにイカが引っかかって釣れるっていうルアーですね。それがエギっていうルアーになります。はい、エギって結構いろんなサイズとかカラーとかあると思うんですけど、はい、どういう使い分けをしていくんですか？そうですね、まあ、クリンチっていう、ラインナップになるんですけども、うん、2.5 号と3号っていうのが、カエル飛びアッパーって言って、結構こうダートにキレがあるラインナップ、はい、で 3.5 号と 3.8 号っていうのが、エクスカウンターっていう方で、これは結構ワイドにダートしてくれて、はい、ゆっくり沈んでいくっていう、まあ小型の秋イカとか、はい、そういう時期に使ってもらうようなタイプがカエル飛びアッパーの 2.5 号、はい、3号ですね。主に春イカとか冬の狙える赤イカ系とか、そういうのを狙っていくようなのが 3.5 号とか 3.8 号の、はい、エギっていうのを、まあ、まず基本の考え方として使っていてもらうような感じになってますね。はい、うん、ちなみにカラーとかって、はい、湯川さんはどうやって選ぶんですか？そうですね、まずやっぱりその自分が投げた時に、はい、見やすい方がいいと思うんですよ。どこに自分のルアーがあるのかっていう、エギがあるのかっていうの、はい、だからその自分が最も見やすい色をまず僕は選ぶことを基本としてるんですけど、はい、まあ、これアボカドっていう色なんですけど、はい、こういうグリーンであったりとか、あとはこのピンク系、はい、ピンクドット、これ結構見やすいじゃないですか。うん、でこういうのだと割と投げてこう着水した時に遠くからでも視認性がいいので、はい、自分でエギの色を確認しやすい。でその中でまあカラーのラインナップっていうのは結構いろいろあるんですけども、まずはその王道であるピンクとかオレンジっていうのがこう、ね、ピンクドットオレンジドットって言って、うん、まあ、基本になるカラーですね。ピンクかオレンジかっていうのがまあ基本になるカラーになると思うんですけど、はい、でそこからまあクリンチっていうのはリアルベイトシリーズっていうのもあって、はい、普段イカが食べてる餌、こういう急線ベラであったり、はい、カサゴであったりとか、あとまあキビナゴであったりとかで、あとエビの色であったり、はい、まあ、そういう風な感じの念仏台とかもあるんですけど、はい、まあ、そういうのをこう取り揃えてたりとかすることで、まあ、今その自分がやってる、まあ、地域によって泳いでる魚が多いものを使ってもらって楽しむっていうパターンであったり、はい、あとは、ちょっと遊び心でこういうカモフラね、迷彩色もあったりする。これも、まあ、ピンクとオレンジがあったりするんですけど、はい、割とまあ僕もこれ好きなカラーで、夏とかは特に思いしたりしてますね。で、まあ、その他でいうとケイムラっていうボディがあるんですけど、はい、これアボカドとか赤エビとかグルクンっていうのがあるんですけど、まあ、そういうやつがあったり、でこの下地のテープの色も全部違うんですよね。はい、こういうの金テープって、金に下がゴールドに光ったりとか、はい、でこういうのは濁りに強かったりとかするので、はい、割とまあ濁りの強い時に金テープを使ってもらうっていうのもあったり、はい、でもここらはホロですね、シルバーの。本当にベイトっぽいですね。まあ、そうですね。夜とかやってもらったりする時とかは、はい、割とこういう白っぽい色を使うとシルエットが出やすくなるので、はい、特にイカってこう白黒で見てるので、シルエットが出るか出ないかっていうので
判断してもらいながら使ってもらうといいと思うんですよ、はい、でこれ赤テープ、これは月夜の時とかですね、これはあの明るい時は黒く見せる方がいいと思うので、はい、海の中でこう赤いテープっていうのは黒く見えたりとかすることがあったりするんですね、はい、で代わりどころでこれグリーンの、ね、金テープがグリーンで光っててっていう、はい、割とこう緑系っていうのは大きいイカを呼んでくれたりすることもあるっていうふうにはよく聞きますね。あ、そうなんですね、はい、でこれピーチ、あのピンク色のテープですね、うん、こういうフォローがついてたりする。じゃあやっぱりまずは見やすいっていうのから入ってみて、そうですね、そこからは自分でまた考えて変えていく、はい、そうですね、そうですね、釣れやんかったら明るい色やったから今度暗い色にしてみようかなとかいう風な感じで、はい、あの使い分けていってもらったらあのより楽しんでもらえるのかな。あのロットも、はい、結構いろんな種類があるんですけど、はい、どうやって選んだらいいですか。長さ的には80から、89っていう風な感じがあって、はい、で、80、83、86、89っていう風な感じにあるんですけど、まあ、使いたいエギによってあのロッドを選んでもらったりっていうかですね、その柔らかいようなロッドだったらできるだけ、はい、まあまあ、小さいエギをメインとして使ってもらう方がしゃくってもらいやすかったりはすると思うんですね。で、硬いロッドとかだったら大きめのエギをしっかりしゃくってもらうのに、いいと思うので、まあ、そういうのをメインに使っていくのには適しているのかなと、はい、であとはまあそのなんて言うんでしょう、浅いところで、本当手前のちょっとしたこうイカのついてそうなところパンパンパンって打っていくような時だったら短いロッドでちょっと柔らかめのもので使ってもらうような感じとかで、あとは、遠くで例えば砂浜のエリアとかで釣りしてもらう時だったら、はい、大きなエギを遠くに硬くて長いやつでしっかり飛ばしてもらって釣ってもらうような感じとかでやっていただくといいのかなっていうふうに思います。うん、でやっぱりそのエギの重さだったりとか、はい、自分が狙ってる距離だったりとか、はい、そういうのでロッドも決めて、そうですね、うん、であとは欲張りにその例えば、小さいのも大きいのも使いたいよっていうんだったらその真ん中の、ね、ミディアムとかミディアムライト使ってもらったりとかっていうふうな感じにしてもらえればなっていうふうに思いますね。わかりました。ちなみに湯川さんのおすすめとかあるんですか。はい、そうですね、僕のおすすめはやっぱり、S83L ですかね。柔らかい、そうですね、柔らかめのロッドですね、はい、やっぱりそのイカの引きっていうのはすごい楽しいのでそれを一番味わってほしいかなっていうふうに思うんですよ、はい、柔らかいとやっぱり穂先がギュッて入ってくれるし、やっぱり魚と違って独特の引き楽しめるっていうのがエギングの最大の魅力だと思うので、はい、まずそれを体感してもらうと結構ハマるっていうところにつながるとは思うんで、はい、なのでその 83L っていうのをメインにやってほしいかなっていうふうに思います。はい、でまあ、始めるシーズンとしてもね、やっぱりその数釣りやすいと言われるのが秋とかのね新子シーズンって言って、はい、まあ、小さいエギで釣っていくような時期が多いので、なのでまあその短めで柔らかめで小さいエギをこうしっかり早く動かせてどんどん拾っていけるような釣りに使っていけるような 83L をまずこうやっていただいて、でそこからハマっていけば大きいエギに変えていくに従って、例えばロッドをもうちょっとハードにしていこうかなとか、長い遠くへ飛ばしたいか長いのにしようかなっていうふうなので変えていってもらったらやってもらいやすいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、で一番最初にやり始めようっていう人が使いやすい金額のモデルから少し上に上がっていくっていうふうな感じのものがあるんですけども、はい、中でまあこう CI4 プラスっていうのがあったりとか、であとは、エクスシューンっていうのがあるんですけども、はい、まあ、それがこうだんだんやっぱり上に行くに従ってどんどんこのリールシートが良くなっていったりと か、ね、全然違いますよね。そうですね、でガイドが変わっていったり、はい、でももちろんこのカーボン自体のポテンシャルのブランクスが良くなっていったりとかで感度も上がったりとかしていくので、はい、どん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 ハマっていけばやっぱりそうやって上のもの上のものを使っていくとよりまた快適な釣りができるようになるので、まあ、そういうのもやっていくのも、はい、いいのかなっていうふうには思いますね。はい、それとリールなんですけど、はい、リールも何種類かあって、はい、これもどうやって選んだらいいんですかね。そうですね、メインにはまあこう C3000 っていう番手なんですけども、はい、まあ、特にこの、セフィアの BB の C3000S とエギング専用のリールなんですけども、はい、まあ、こういうのを使ってもらうといいのかなっていうふうに思います。で結構エギってこうガンガンこうしゃくるような釣りなので、動かしていくにはやっぱりギアが強いリールが欲しいので、まあ、はい、そういうのにはすごい向いてると思うんですね。うん、で、ライン自体も
大体まあその 0.6 の 200m っていうのを死体と入れずに綺麗にそのまま巻けてしまうの で糸の長さ自体もやっぱ 200m ぐらいは欲しいと思うんで、まあ、それをやってもらうのに適しているのがこのゼフィア C3000S っていう。でギアもハイギアとノーマルギアっていうのがあるんですけども、はい、まあ、あの僕自身は結構ノーマルギアをメインに使うことが多くて、はい、でまあ、あとはまあ使い分けっていう感じでいくと、あのテンポの速い釣りをこうやっていく人なんかだったらハイギアとかでこう細かくピッチバババッと効かせたりとかするときに使ってもらうと、あのエキが速く動いたりとか、はい、特に秋イカの誘いとかねしたりする人とかだったらハイギアでもいいんですけど、自分はこう手前にあまりそのエキ自体を寄せたくないのでノーマルギアでこうゆったりした釣りをしたいので、はい、あのできるだけ投げたとこから自分のとこに寄せてきにくいようなこのノーマルギアっていうのを使うような感じにしたりしています、うん、このハンドルも、はい、シングルとダブルとあるのって何が違うんですか？はい、そうですね、あの僕の好みはシングルなんですけど、はい、まあ結構その一つ一つの動作をご丁寧にするのに向いてるんですね。シングルハンドルってそのライン投げた後にたるんだラインとかを自分でこう綺麗に半巻きとか一巻きとかをコントロールしてこうしてあげるのには使いやすいのかなっていうふうに感じてて、はい、でダブルハンドルっていうのは、まあ、それをもうこうあんまりこう神経質にこうここでしっかりっていうよりももう勝手に回ってますね。均等に回ってくれるので、はい、まあ、そのムラがなく巻いてくれるっていうのでコントロールしやすいなっていうふうな感じのものになってますね、はい、であとは、まあ、あのドラッグ性能がねすごい強いものがいいと思うので、まあ、こういった専用のリールを使ってもらうっていうのはすごい、はい、あのエギングには必要なことかなと思います。湯川、はい、さんは普段は何のリールを使っているんですか？僕はね、あの普段ステラの C3000 番っていうのを使う感じなんですけども、はい、まあ、あのその同じ3000番なんですけども、まあ、よいしょ、こうですね、長い竿でこうたるみが長いのを作ったりするときとかはこういうダブルハンドル、こっち側のステラの C3000 のダブルハンドルですね、このハイギアの方を使っているやつで、で普段の釣りするときはああいうシングルハンドルとかのノーマルギアを使っているような感じになってますね、はい、まあ、あのかなりギアも強いし、でドラッグも性能もいいし、でそれなりに軽さもすごいあるんでめちゃくちゃ使いやすいリールにはなってます。うん、エギングをするときって、はい、ラインは何を使うんですか？そうですね、まあ、フロロとかナイロンとかあるんですけど、実際、そのポリエチレンの伸びが少ない、はい、いいラインっていうのが一番おすすめかなと、いいライン、はい、いうふうに思います、はい、ピットブルっていうラインがあるんですけども、しなやかで滑らかなラインになってます。で4、8、12と編み数があるんですけども、編み数がこう上がっていくに従ってより滑らかに伸縮率がなく感度が上がるというふうになってます、はいはい、当たりも取りやすい、はい、自分は8の 0.6 っていうのをすごいメインに使ってるんですけど、はい、まあ、あのそれぐらいが一番まあ強度もあって安心で太すぎず細すぎずストレスもなくて、はい、であのエギ自体を潮になじませやすくて飛距離も稼げて感度も良くて、でさらにあの操作性がすごいいいっていう意味では、うん、0.65 ぐらいを使ってもらうのがいいのかなっていうふうに思います、はい、これに、レギングするときはこのリーダーっていうのを結んでもらうんですけども、はい、あのこの P ラインだけだとあのレギングってこう使ってもらいにくいんですよね。 P っていうのはあの結び目に弱かったりとか擦れ摩擦に弱いので、なのであのこれとこれを結束して、でそのリーダーにエギをつけて使ってもらうっていう風な釣りになりますね。基本的にはエギングにはこのクロロカーボンっていうのを使ってもらう方がいいと思うんですけども、はい、セフィアリーダーですね、あの僕が一番メインで使用しているのは 2.5 号とか3号のラインになります。まあ、あの底を取って結構シャクル釣りなので、あの傷ついた時により切れにくいような感じでやってもらったり、はい、あとこうしっかり合わせた時に合わせ切れがないような感じにしてもらうんですけども、はい、まあ、あのそれより下のまあ2号とか、1.75 号っていうのもあるんですけども、まあ、そこら辺あの食いしぶりがあった時とかはラインを細くしてもらったりとかして使ってもらうことであの超過が上がったりすることもあるので、まあ、そういうのを使ってもらうのもいいのかなっていうふうには思いますね。はい、はい、さっき P ラインは結び目に弱いって言われてましたけど、うん、はい、
じゃあリーダーとはどうやって結んだらいいんですか？そうですね、まあ、結束の仕方っていうのはいろいろあるんですけども、はい、まあ強度がしっかりしたものってなると最初はちょっと難しかったりはするので、はい、まあ、その中でもまあ簡単なものをやってもらうっていう風な感じで、僕自身はその FG ノットっていうのをやるんですけども、まあ、その中でまあ他にはノーネームノットがあったりとか電車ノットっていうのがあったりとかで、まあ、一番まあ簡単なのは電車ノットなのかなっていうふうには思うんですね、はい、で昔もともと僕も過去にはずっと電車ノットでやってたんですけども、そんなにこう何でしょう、その電車やってたことで困ったことっていうのはなかったので、とにかくまあそれを覚えておいてもらって、でまあ難しくて強度がしっかりあるものっていうのをどんどん慣れていったら覚えてもらうっていうのがいいのかなっていうふうに思います、はい、うん、電車結びですね。左側が P で右側がリーダー、基本的には10センチから15センチぐらい重ね合わせてるんですけども、ちょっと分かりやすくするために長めに取っていきます。でこのまずは P 側を輪っか作って、リーダーと重なるように輪っか作っていきます。でこの PE とリーダーを一緒に巻きつけていきます。1回2回3回、これを12回程度繰り返す。 PE とリーダーの太さによって回数は調整するといい。巻きつけ終わったらこの端をぎゅーっと締めていってもらう感じですね。これで、片側の PE の方の結びができた状態ですね。今度はリーダーの方を同じように輪っかを作ります。 PE と同様にリーダーも繰り返し巻きつける。 PE を巻く回数の半分程度が目安だ。この時は6回、巻き終わったら左右に引っ張り軽く締め付ける。結び目を少し水分で湿らせ、左右にゆっくりと引っ張りながら今度はきつく締め付ける。綺麗な結び目ができたら成功だ。 PE ラインとリーダーの端をカットしたら完成。 PE 側を12回のリーダーの方が6回巻いてます。まあ、ラインの太さによって変える感じなので、リーダーが細くなれば、リーダーをもうちょっと少なくしたり、 P が太くなれば12回もあんまなくてもうちょっと少なくするっていう風にしてもらうといいと思います。慣れてきたら強度の高いノーネームノットや FG ノットにもトライしてみよう。それとあとリーダーの最後にスナップをつけて、でそのスナップをまあこうえぎ付け替えるのに使うっていう風な感じなんですけど、そのスナップに結ぶのはだいたいクリンチノットでもう簡単にしてもらったらいいと思いますね、はい、クリンチノットをやっていきたいと思います。スナップとリーダーの結束です、スナップの間にリーダーを通して折り返します。でこの折り返したところを5回ぐらいですかね、編んでもらったら、この下にできた輪っかに通します。で通してまた上にできたこの輪っかに通します。でこの通したところをぎゅーっと締めていただいて、そのままゆっくりゆっくり引っ張ってぎゅーっと締めていって、最後に少し揺らしてからギュッと締め込む感じですね、はい、切れ端を落として完成です。じゃあ湯川さんの初心者におすすめのセットを教えてください、はいはい、僕のおすすめセットはですね、このセフィアの BB の S83L っていうロッドに、セフィア BB の C3000S、はい、でピットブルの、8の 0.6 号に、セフィアリーダー3号ですね、はい、それにまあクリンチのエギをつけてもらうというふうな感じでやっていただいたらと思います、はいはい、これで準備は整った。楽しい実況、しかし知っておきたいことがいくつかある。
釣り場での注意点からエギングのテクニックまで分かりやすく解説していこう。安全に楽しくエギングをするための装備やウェアなどをまずチェックしよう。ショアエギングでのシチュエーションは大きく2つ。1つは堤防、もう1つは磯。それぞれ釣り場の特性や危険度も異なる。まずは手軽に始められる堤防エギングでの安全装備とスタイリングを見てみよう。落水してしまった時に命を守ってくれるライフジャケット、堤防では膨張式のものでもいいだろう。足元はスニーカーでも構わないが、ラジアルシューズでより快適に。偏光サングラスは水中のイカやエギ、地形を見るために、同時に目を守る役目も果たしてくれる。弾丸で釣り歩くスタイルではエギやラインなどを入れるレッグバッグがあると重宝する。湯川さんにレッグバッグの中身を見せてもらった。エギ、リーダーとイカシメピック、スナップ、ラインカッター、イカ袋。慣れてきたら磯でのエギングをやってみたくなるだろう。その時の装備は、膨張式ではなく固形式のライフジャケットを身につけよう。岩などで破れる恐れがあるからだ。そして必ずスパイクシューズを履こう。濡れた岩、藻や苔が生えた岩場は思いのほか滑りやすい。ピンフェルトの靴底がおすすめだ。岩場で手をついたりすることも想定してグローブを着用しておこう。堤防と同じく偏光サングラス、トップカバーがあれば磯歩きや藪漕ぎの際も安心だ。磯から駐車場まで遠いことも多い。大きめのバッグの方が便利だろう。これは湯川さんのバッグの中身、磯バージョンだ。エギ、そして魚釣りもできるように小型ジグなどのルアー、イカをキャッチするためのネットまたはギャフ、スナップとリーダー、ラインカッター、プライヤー、イカシメピックとイカ袋、そして堤防、磯に関わらずレインウェアも忘れずに。海の天気は変わりやすい。また防寒代わりにもなるので必ず持っていこう。堤防に来てみました。はい、はい、時期はね8月下旬ということで、はい、まあ、ここでやってみようかなと思います。はいはい、8月下旬ってどんな時期ですか？そうですね、まあ、生まれたイカが、ちょっと泳いでたりとか、うん、であとはまあ買ったら残ってるやつもあるのかなと、親イカの産卵後のやつ、そうですね、の両方がまあうまいこと言ったら狙えるんじゃないかというぐらいの時期ですね。はいはい、結構こう堤防って釣り座がいろいろ選べるんですけど、はいはい、どういうところが狙い目になりますか？まあ狙いどころはすごいたくさんあって、こういう角になってるとこからの、はい、まあ、潮がこう寄れやすいとことか、はい、あとは、岸に向かって浅くなっていってる方向であったりとか、はい、あとは、ここなんかだったら、まあ、前にああいう堤防があって、ここ間が水道になってるんで、この潮通しのいいところをやったりとか、はい、あとは、こう内側にああいうイカダがあったら、はい、ああいう向きのところをやってもらったりとか。じゃあもうどこでもポイントっていうことですかね？そうですね、だいたいついてるとこにはついてるので、そういうとこもこう点々と打っていくんですけど、はい、まあ、今日はちょっと風の向きもね、背中がこうこっち向きに吹いていってるので、できるだけまあ風を背にして、はい、でラインメンディングが行いやすいような感じで釣りをしていってもらうっていうのがメインになると思います。はい、はい、じゃあ早速エギを選んでみますか？ですかね、はい、やってみましょうか。はい、はい、
で、まあ、一応その新子と親イカが両方いてるので、水深もまあそこまで深いところではないので、はい、あの3号スタートで選んでもらったらいいと思います。はい、はいはい、分かりました、はい、じゃあつけてみましょう。じゃあ、はい、念仏ピーチ OK です。見やすそうですよね。あ、そうですね、ピンクなんでいいですよね。すごい見やすそう、はい。エギングの基本の動作っていうのをやっていきます。はい、そしたらまずはキャストなんですけども、このたらしの部分が長すぎず、またこう短すぎずっていうところを意識していただいて、大体まあロッドの真ん中ぐらいのところですねっていうことを見ていただいて、で指をかけてベールを起こします。で、後ろに人がいないとか障害物がないかを確認して、そのまま後ろに持っていきます。でそのまま前にボールを投げるようなイメージでやってもらうと飛びます。着水したらすぐに閉じて、まっすぐあまりのラインが出ないようにしてあげることで、風に糸が流されずにまっすぐエギが沈んでいきます。スプールのところを押さえながら糸を送り込んで、エギが底につくまでちょっとずつ糸を送り込んでいきます。でそこで巻き取って自分とまっすぐにラインがなるように持っていきます。で行ってるラインが止まったらそこについたということです。これ今そこつきました。はい、そしたらこのラインがたるみます。でこれを巻いてズルズルってやってからいきなりポンとやると引っかかったりしやすくなるので、まず最初にまっすぐなった時点で軽くちょっと跳ね上げといてから 1,2,3、 そこにつけたエギを上に少し軽く跳ね上げてからしゃくる動作に入って、でまたこのまま糸がまっすぐなるようにしておいて、エギがそこにつくまで待つ。でついてくわなければ同じ動作で軽く跳ね上げて 1,2,3,4、回数が多ければ多いほど上にエギが上がってくるので攻めれる層が広くなります。その代わりしゃくった分だけ待つ時間も長くしないとそこにはいかないので、回数多くしゃくるとこのホールの時間も長く取るっていう風にしてもらう方がいいと思います。だいたいこの待ってる間にイカはね食いに来るので、動かしてる最中というのはなかなか乗ってこないので、この待ってる時間がすごく重要です。でついたってなった時に跳ね上げて、でもう一回一回しゃくった後は必ずボトム付近、もしくはまたボトムその底につくまで待つっていうことをしっかりやってください。しゃくる時なんですけども、こう巻きながらしゃくってるような感じに見えるんですけど、どっちかって言ったらこの左手でリールを巻くんじゃなくて、しゃくる方の手でリールを動かしてるような感じですね。しっかりしゃくり終わった後はロッドを下げて、糸が風に煽られないようにまっすぐになるようにして当たりを待ってください。これ以上もう攻められないよっていうところまで来ると、上までエギを上げてきて自分の目で確認できるぐらいの層まで来たら、後ろにイカがついてないかを見てみて、なければ回収ですね。でその後また投げるっていう感じになります。当たりの種類と合わせ方です。
まず当たりの種類なんですけども、ラインテンションをしっかり張った状態の時の当たりの出方は、イカがプッて抱いたらフッてこう緩んだりすることがあります。もしくは緩まない場合の当たりは、張った状態で手元までトンって伝わってくる当たりですね。まあ、そういう出方があるので、そういう当たりが出た時はすぐにロッドを立てる感じにさっとこう合わせてもらう。もうしっかりでいいと思うんですよ。ドラグも ある程度は出ちゃうんで、そんな遠慮気味にじゃなくて、もう出たらバシッて合わせてもらってもいいと思います。で、特にエギに対してイカがこうしっかり抱いてる時っていうのは、しっかり合わせないとずれてこうかかってくれないですよね、針に。だから合わせはその当たりが出たらしっかり合わせに行くっていう。で、この状態の時にテンション張って穂先をとにかく一旦見てもらうと、イカだったらギュンギュンギュンと動くんで、動き出したらゆっくりテンション張ったまんまでやり取りしてください。ただこのテンションを緩めないように、しっかり一定のテンションを保ってゆっくり寄せてきてもらうような感じですね。で、イカが浮いてきたらそのままのテンションでずっと手前まで寄せてきて、で、イカを回収っていう風な感じになります。ラインテンションを緩めてる場合の当たりの出方なんですけど、少しずつ送り込まれていってるラインがピタッとそこについてないのに止まったりする瞬間があると思うんですよ。そういう時は違和感って言うんですけど、イカかなって思ったら、とにかくそういう当たりの出方をした時はしっかり合わすように持っていってもらったらいいと思います。それ以外には、本当その自分が釣りしてて説明できない当たりってあるんですよ。違和感、本当もうんって思う瞬間とか、なんかちょっと違うなって感じたら、とにかくそれは全てもうこうやって合わせにつなげていってもらうっていう感じですね。で、合わせてから穂先を見ればイカかどうかっていうのは大体わかると思うので、で、乗ってたら同じようにやり取りをゆっくりしていってもらうようにしてもらうと大丈夫だと思います。ドラグ設定ですけど、秋の新子の時期は、イカが合わせた時に右でしちゃったりするかもしれないので、少し緩めにしゃくってじっとこう出るぐらいの感じですね。で、少しイカが大きくなってきだすと、抱いた時に針がかからない恐れがあるので、少しだけ強めにしゃくった時に出るぐらいの強さに設定します。気持ち強く引っ張ってじっと出るぐらいの感じですね。これぐらいでやってもらうといいと思います。まあ、目安としてこういう炭跡釣れたらついてるとこもあるんですね、残ってて。あ、そういうとこも釣れる目安となるので、ね、で、割とこう色が濃いほど新しいので、まあ、最近釣れたっていう感じになるから、そういうとこから投げるっていうことも、きっとそこに何かがあるから釣れてる可能性が高いと思う、だから同じ工房波程があっても炭跡がある場所とない場所っていうのは偏るとは思うんで、なんか絶対条件があってそこに釣れる原因があるはずなんで、だから釣いてるところは結構必要以上に投げてもらうっていうのはありやと思います。反応がないので次のポイントへ移動することに。次の場所に移動するときなんですが、まずにエギを外します。移動する際はまずエギを外し、ガイドに手を触れないように継ぎ目からロッドを慎重に抜く。2本に分かれたロッドを重ね合わせたら、リールを少し巻いてラインのたるみを取っておく。ロッドベルトで固定し、トップカバーを装着すると安全に移動できる。釣り場に着いたらロッドの準備をしていきます。ロッドベルトとトップカバーを外す。
ロッドを継ぐ際もガイドに触れないよう慎重に。で、この手元のガイドと向こうの刺した方がまっすぐになってるかを確認しっかりして、で、できてればもう一回しっかりさせてるかを確認してください。エギをつければ準備完了。実調中は定期的に継ぎ目に緩みがないか確認しよう。はい、ゴロタ浜にやってきました。はい、はい、で、こう相対的にちょっと浅くなってるんやけども、はい、そういうところについてるイカを狙っていくっていう。で、まあそのところどころにこう岩とか見えると思うんやけど、はい、そうい こう岩裏についてるやつをこう点々と、はい、あの歩きながら取っていくっていう。結構こう波がありますけど、うん、そうですね、問題ないですか。その当たってる波裏に隠れてるようなやつを引っ張り出したりとかする感じの釣りですね、はい、っていうのをまあちょっとやっていきたいと思います。はい、はい、岩陰などのストラクチャー周りや潮のよれなどを早いテンポで次々に狙うシャロー打ち。この日の釣果はなかったが、タイミングが合えばイカは釣れる。これは以前湯川さんがゴロタ浜でシャロー打ちをした時の様子だ。堤防イギングとはまた違った楽しさがある。ぜひ一度トライしてみよう。アオリイカはイツキと回遊がいます、はい、イツキと回遊、はい、その場にいてるやつと泳いできて餌を食べに来るやつ、はい、この2種類がいてて、で、まあ、基本的にはこの2種類を釣っていくっていう釣り方になるんだけど、はい、イツキっていうのは弾丸、まあ、足を使っていてるとこを探してずっとこう、はい、ずっと同じ場所にいるんですか、そのイカは。そう、だいたいその隠れて餌を食べようとしてたりとか、そこで休んでたりとかするやつがいてるから、はい、それをこっちから探しに行く釣り方、はい、で回遊っていうのは沖に出てしまってて、はい、で捕食しに餌を食べに、岸の方へ上がってくるやつを潮の流れを待って、はい、回ってきたやつを自分が同じところでずっと投げ続けて取っていくっていう、まあ、この2種類が。例えばじゃあ場所でこういうポイントだったらイツキを狙うよとかっていうポイントでの区別とかもあったりするんですか。うん、そうだね、基本的にはそのイツイテルイカっていうのは地形の変化であったりとか、はい、あとは海藻がある場所とか、はい、で岩とかなんかこう隠れるものがあるようなところとか、はい、あとはその潮が当たってる裏側であったりとか、はい、まあ、そういうところに隠れてたりするんで、はい、それがまあイツキのいてそうな場所。回遊は潮通しのいいところで、やっぱり潮が動くっていうのが大前提、うん、そう、動いてきた時に一緒にそれと同時にこうベイトを自分が食べたいと思ってる魚を追っかけてきたりとかするような状態で入ってくるイカを待って取るっていう釣り方や、うん、じゃあ私たちはひたすら投げ続ける、うん、そこで。そうやね、ずっと投げ続けるのを待って、うん、その潮の間で動くタイミングってやっぱり分かれへんから、その中でこう、はい、動くまで頑張ってそこで投げ続けて来た時にそこで釣る。あ、うん、それが回遊待ち。漁港へ。じゃあまずはここから。はい、まあ、とりあえず向かい風になるんですけど、キャストしてもらって正面の風なんでまだちょっとやりやすいかなと。そうですね、まっすぐなってくれてますもんね、うん、ですね。でしっかりそこに反応がなければすぐにポイントを変えて、船の影やロープの下、イカダの影、小魚がいる場所など変化があるところにエギをキャストしながらどんどん移動していくのがエギングの基本スタイルだ。すると来た、湯川さんにヒット進行あはいボトムベタベタで、うん、まあ何よりはね、もうちょっとサイズアップしていきたい。生まれたてやねこれ量大た可愛いサイズだが、この日初めてのイカだ。よいしょよいしょ、バイバーイ。あー
あ、いた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 。もうほんまに多分ベタベタの底で食った感じですね。ドラッグもめちゃめちゃ緩めで、もう一緒の場所でひたすらこう見せる感じの方が反応してるんちゃうかな。きついな。そんなに？これでいい。でも相当緩いですね。なんでこれってドラッグ緩めた方がいいんですか？きついとシャクルと手前にダートして寄ってくるんやけど、はい、この緩めると要はこのエギが同じ場所でひたすらこう動きやすくなるんで、沈みながら、あ、しゃくったら糸も出るから。そう、ほんでラインテンションもあの緩いとこうしゃくった後に緩んだまんまになるから、はい、うん、ホールもそのまま多分食いたいけど食えないっていうのを何回も繰り返す感じになるから、はい、ほら追ってきた、追ってきてる、追ってきた、追ってきてる、うん、多分その動きが今効いてるんやと思う。あ、うん、なんかこういう動きでほらずっと落ちていくのに反応して、はい、こうずっと、あ、もう一匹来た。あっちもいっぱい出てきたね。あ、うん、っていう風な感じで反応してるね。どんどん来てる。いっぱい来たな。いっぱい来た。そう、緩めのドラッグの方が反応してるんで。堤防の先端近くへ。堤防の際、緩いドラグ設定でエギをしゃくっていると、来てる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 、ほらちょっとこまし、見えイカだ。興味は示すがなかなか抱いてこない。まだまだまだ見てるから。抱いた。まだ抱いた。あ、ちょっとあ、オッケー、そのままフリーで落として。フリーで？うん、抱いた。おっしゃー、あー、惜しい。見て、まだ見てる？見てる。ラインテンション抜いて落としていってほしい。さっき言ったように。こう？うん、そう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 。しゃくり上げてから。ずっと落として、ずっと落として、ずっと落としていって。上げて。上に。エギ見えるとこまで。水面近くまでエギをしゃくり上げ止めると、来てる来てる、まだ、うん、あ、待って、抱いた抱いた、今抱いてた、あれ抱いたら上げたらいいんですよね。そう、抱いた、おっしゃー、抱いた、来たー、おめでとう、上げますよ、上げよう、うん、上げよう、そのままゆっくり上げて、いいよ、オッケー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 、はい、よかったまあ、あの、秋の醍醐味やね、はい、サイトのエギング今な感じ、そう、いや、でも難しいですね。難しい、難しいけど、だいたいそうやって要領を覚えていけばまだまだ釣れると思うんでうわ、うん、時間かかった、うん、そう、で待つ時間結構長いやろ長いですね、うん、あれぐらい、だから待ってもいいぐらい、普通尺ってても、うん、そうそうそう、すごい、よかった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 、嬉しい、ああ、すごい嬉しい、いいね、サイトエギングで抱かせた貴重な一杯、よっしゃー、イカは炭や水を吐くので注意、よっしゃー今回結構見えてるイカもいて、うん、でそれも釣れたりもしたんですけど、あ、そうですね、結構難しいですよね、こう抱きそうになっては離れていて、そうやね、そうやね、それが醍醐味というか、うん、で、あのサイトっていう、まあ、見えてるイカね、はい、あのを釣ることで沖で自分がその見えないところのイカを釣るイメージがしやすくなるっていうのと、でやっぱりその見えてるイカっていうのはあの興味示して寄ってくるんやけど、それをこう抱かす方法っていうのを覚えることで、はい、より沖でのイメージができるようになるから、はい、だからこういう時期にそれを始めてもらって覚えていってもらうというのはすごいいいと思うね。特に本でどういうところにイカが浮いてるとか、はい、いうのも見つけやすくなるから、岸際にいてるその見えるイカっていうのはどういう形で居ついてるのかなとかっていうのをしっかりこう見てもらうことで、どん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 次の釣りにつながっていくようにもなると思う。この吐いた炭がね、はい、堤防に残ってる場合はきれいに洗い流すように、
水汲みバケツとかでやっといてもらうと、そうですね。その後連発とはならず、戻りながら打っていこうか。はい。その時、怒りなれ。根がかり？いや違います。あ？いや、え？イカや。引いてる。魚や。え、これドラグ大丈夫ですか？こんな緩くて。ちょっと締めようか。まあまあでも引いてるっすよね。その正体は？何？イカや。イカだ。イカや。いや、でかい。キロ超えてる。マジで？嘘やん。魚じゃないんや。あんな引き方して。怖い、こんなに大きくなったら。だって魚だと思ってたから。大きい、これどうする？これやばいで。やったー！なにこれ？なんと特大サイズのアオリイカ。いやー！これ2キロいってんじゃん。こんなイカ初めて見ましたよ。おかしいで、ほんまに。あー、ちょっと怖い、手に来てる。いい、大丈夫だよ、頑張れ。噛んだりはしない。重い。嘘やん。こんなの釣れるんですね。釣れますね。釣れる時もあるんですけど。1年でこんなになるんですか？なりますけど、これ。重いんですけど。重い。幸せの重みですわ。本当ですね。ああ、すごい。こんなん何人前食べれる。新子シリーズンなんですけど。これ親イカの残りってやつですか？上がったら赤いやつやん、これ。すごい。ちなみに俺多分今季こんなサイズ釣ってないから。初心者の山口さんに2キロクラスの超大物、8月にこのサイズが釣れるとは驚きだ。二人ともそこまでエギを沈め、時折小さくアクション、それを繰り返す。すると湯川さんにヒット。が、なんや。寄ってきてるけど絶対これイカじゃねえやろ。いやでもそんなん言ってたら。いや絶対違うと思う。生命反応がないもん。ほらずっと思いだけ。ほらイカでか、めっちゃでか。嘘やろ。なんとある、そんなんある。もう勘の刺さってるから全然余裕やけど。なんでこれでも引かへんねやろね、ずっとこう。とりあえずもうでかいのかかった時は慎重にこう、カンナかかってることさえ確認すれば焦る必要はないんで、テンションだけをしっかり一定に保って、とにかくゆっくりこうやってあげると、逃げることってないんで、よっぽど無理やりせえへん限りは。ドラグもある程度緩めといてあげれば、走った時にパーンって弾かれることもないんで、ゆっくりこう、よいしょ。あとはギャフを慎重に用意して、イカの後ろの方にしっかりギャフを入れてほしいんですけど。うわ、よっしゃー、よっしゃー、大きい。いや時期おかしいやろでも。はい、まあこんな感じですね。引きが鈍いね、やっぱり。でも夏のイカの最終やからもう。もうだいぶ弱い。うん。すごい。だって髪跡とかもすごいしね、身のとこがもう。喧嘩しないやつですね、もうだいぶ。喧嘩するんだ、イカ。山口さんに続き、湯川さんもグッドサイズをキャッチ。季節外れの大物だ。はい、っす。よ
ゆかわさん大きかったですね。大きかったな。あのほんまにでも時期的には上出来な感じよね。ただやっぱりそのなんかな、最終のほんまに最終やから、はい、引きが鈍いからね、分かりにくいっていうのはすごい。当たりもなんかうんーみたいな感じでこう重たいっていう。だからもう持っていくとかはなく、そう、海藻に石ついてるやつかタコかなぐらいの感じやったんやけど、どう考えてももうストロークも何もなかったし、はい、生命感がないような寄ってき方やったから、はい、ほんまにこの時期にしたら上出来すぎな感じかな。いやー、こんな大きいの釣れると思わなかった。そうやね。まあでもあのきっちりね、底を取って丁寧に釣りをすれば、はい、あの年中やっぱりね、どんなサイズがいてるか分かれへんから狙えるっていうのも、はい、エギングの楽しみで、うんうん、すると行った？釣れた。うわー、ほんとだ。あー、進行コイカだ何このサイズの差これが普通なんですよ、この時期はね。リリースしますね。来た。進化が早いでしょ。来た、来た、来た。山口さんにもやったー。おー、A 進化や。 A 進化、大きめの進化ですね、うん、A パターンになってきたよ。おい、ちょっとだけ、イエーイちょっとだけ大きいかな。だんだんこうエギの抱かせ方が分かってきたような気がします。落とすとか止めるとかしゃけるとか掴んできたかも。山口さんもエギングの楽しさにハマり始めたようだ。あの日中のエギングをあの基本的には僕はメインにしてるんだけど、はい、やっぱりそのエギングの醍醐味って、そのもちろん夜も釣れないことはないのやけど、日のある時間帯にエギングをすることでよりそのいろんなことが分かるっていうかな。そのイカが見えるっていうのもまず一つの楽しみやし、はい、でもう一つはその動かしてるエギが分かりやすくなるっていうのもあって、うん、であとはその当たりが明確にラインで分かったりとか、そうですね、見えますし、ね、うん、でもそういう楽しみがすごいあって、なのであの時間的にもその潮が動いてこの時間でこうなったとか状況把握がしやすい、はい、すごい流れてきたなとかいうのも分かるし、あそこちょっとヨレできてるなとか目で確認できることがたくさんあって、だからその釣りやすくなるっていうのと、はい、でやっぱりその欄岸って言ってこう足使っていく時にあそこ釣れそうやなっていうのが常に見えるから、うん、やっぱりその暗かったら見えないですもんね、霜降りとかも、うん、だからその日中のエギングっていうのはすごい楽しいっていうのがあって、はい、まあ、それをメインにしていくことでどん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 釣りが上手くなるっていうのはあると思うから、う、まあ、それを楽しんでほしいなっていう感じやね、はい、楽しくエギングをした後は必ず使った道具の手入れをしておこう。リールはまずドラグを締めてから真水で洗う。温水は使わない。特にラインに付着した汚れや塩分は入念に流しておこう。洗い終わったらハンドルを回して水分を飛ばす。タオルで細部までしっかりと丁寧に拭く。水を含んだライン、そしてリール本体の水分も拭き取っておこう。あとはドラグを緩めて影干しすれば OK だ。ロッドも同様に真水でしっかり洗っておこう。タオルで水分を拭き取る際、デリケートなガイド部分は力がかかりすぎないように気をつける。影干しした後、ブランクス部をシリコンクロスなどで空拭きすれば万全だ。エギも忘れずに水洗いし、タオルで拭いてから影干ししておこう。エギングの楽しさは伝わっただろうか。エギをしゃくってイカに抱かせる、そんなシンプルな釣りが多くの人々を魅了する。海に出てエギをしゃくってみよう。かわいいコイカを見れば心癒され、
大型のイカを手にすれば胸躍るはず。初めは誰でも初心者。さあエギングを始めよう。